バート・エム・スタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル軍に属す、マチソンである。バート・エム・スタールは、カッセルの南西、約20キロメートルの、ハービヒツバルト自然公園南部エムス川沿いに位置する。バート・エム・スタールは、北は、ボルフフハーゲン、東は、シャウエンブルクと、ニーダーシュタイン、南は、フリッツラー、西は、ナウムブルクと境を接している。 自治体としてのバート・エム・スタールは以下の地区からなる。現在のバート・エム・スタールにあたる地域には、紀元前2世紀以降継続的に定住地があったことが多くの出土品によって裏付けられている。最初の入植者はカッテン族であった。フリッツラー・バーベルナー平地とカッセル・ボンチはカッテン族とバータバー族の中心地であった。最初の文献上の記録は774年に。 残されている。1976年に、ザント地区で、温泉源が発見され、温泉開発が始まった。1992年にエムスタールは、バートの称号を獲得した。バートエムスタールの町議会は31議席からなる。町長,長は、スピードのシュテファン・フランクフルトである。リーデ城保存鉄道ヘッセンクーリアーが、バートエムスタールを通っている。 リーデ地区には、景観公園を備えた、リーデ城がある。ント地区近郊のファルケンシュタイン山には、ファルケンシュタイン城市がある。ありがとうございます。